春風亭流章は落語の名跡。2003年に五代目が成居して以来秋名跡。台数に関してはつまびらかになっていない。五代目春風亭流章は東京吹田多摩郡武蔵野村出身の落語家。本名、秋元康夫。ペンネーム、林成平。出林は、お前とならば。数々の新作落語を創作した。五売りに、 峠太平洋戦争中は陸軍に招集され、不評として中国大陸に渡ったが、敵機の基準奏者で手の指を数本失っている。聞き手をやられたため、元の職場に復職することもできず、途方に暮れていたところ、戦友に六代目、春風亭柳橋の息子がおり、その縁で生活のために柳橋に入門して落語会入りした。 初講座は1946年12月1日の鈴本演芸場昼の部だった。手を使った表現が多い古典落語では成功はおぼつかないと考え、新作落語一本に絞って活動して成功を収めた。ただ、数は少ないが古典落語のネタも持っており、雑敗やお茶漬けなどを演じている。年齢を重ねるごとに老人前とした風貌になり、しなびた声。 口調に変わっていったが、これがとぼけた味となり、新作派の大御所として、地位を格好たるものとしていく。80歳を過ぎても、講座やテレビへの出演を積極的に続け、生涯現役の話家であったが、表舞台での虚偽に、衰えが囁かれるようになった矢先の2003年6月16日、遺願のため82歳で死去した。日本会議代表委員を務めるなど、 保守系の言論活動も行った。次男はアニメ監督、アニメーターのちぶきあゆみ。落語家としてメディア出演と流星ギャルズ漫画への登場し生活ほか不は現役。ありがとうございます。